痩せるお茶を選んできました。今回は3つお伝えしていきますね。この私が選んだお茶を飲んでいただくと、あなたはもう健康的で綺麗に痩せることができるんですよ。ぜひ最後まで詳しくその材料であったりとか飲み方をお伝えしてまいりますので、ご覧くださいね。では早速1つ目のお茶はこちらです。見えますでしょうか。有機ルイボスティーです。でこちらの有機ルイボスティー、なぜ痩せることができるのかということについてなんですが、もうとにかくこれを飲むとですね、脂肪燃焼効果がもうアップするんです。またあの酵素の力であなたの腸内にいる、まあ、痩せ菌と呼ばれるですね、善玉菌が増えるんですよ。もうすごく腸内環境良くなる。であなたのこの腸内環境が良くなれば、自然と痩せ体質になることができるからなんですよね。なのでおすすめです。でプラス私たち女性にとってやはりこの鉄分も必要ですから、このルイボスティーを飲むことで、まあ、鉄分が取れたり、またデトックス効果もすっごくですね高いんです。ですからもうダイエット向きのお茶も、私は一押しはこのルイボスティーなんですね。で私はあの微腸活の専門家ですから、その腸活の方法の一つとしてファスティングということをあのお伝えしているんです。あの実際に指導もしております。でその時にその、まあ、ご自身もですねファスティングしてるんですけれども、ファスティング中に飲めるお茶、一押しはこのルイボスティーなんですね。もうファスティングをしながらこのルイボスティーを飲むと、もうどんどん脂肪燃焼が加速しますから、もうおすすめなんですよ。そしてちょっと裏見てみましょう。でこのルイボスティーがいいのはノンカフェインであることなんです。ですからファスティング中でも飲めるんですね。でここ見てください。エネルギーたったの1カロリーもうないに等しいですよね。でタンパク質も 0.1g、 脂質も 0.1g、炭水化物も 0.1g ということで、こちらですね、まあ、1パック、まあ、茶葉 3g に対して の、 あの、まあ、目安ということで 100ml あたりの、まあ、お話なんですけれども、もうカロリーゼロに等しいですよね。もうそれなのに先ほどのようなダイエット効果があるわけです。でプラスノンカフェインですし、ファスティングにも向きますよと、お茶一押しがルイボスティー。でまたこのルイボスティー以外にもおすすめが2つあります。でこの2つももちろんファスティング中に飲めるお茶ですから、ぜひトライしてみてくださいね。であの私のクライアントの方もですね、このファスティングをしている時にあの先生が一押しのルイボスティー飲んで美味しかったんだけれども、さすがにルイボスティーばっかりだとね飽きましたって、何かそのファスティング中にねルイボスティーの代わりになるお茶ってないんですかっていうご質問ね結構受けたんです。なので今回は痩せるお茶と題しておりますが、実はファスティング中にも安心して美味しく痩せながら飲めるお茶ですから、あと2つご紹介していきますね。では2つ目です。こちらです。国内産有機カモミールティーです。でこちらもノンカフェインなんですね。でまたこちら裏の表示見ますと、 100ml あたりエネルギー 1kg、 タンパク質 0.1g、 脂質 0.1g、 炭水化物 0.1g、 もうほぼないに等しいですよね。もう本当に低いカロリーなわけです。でプラスこのですねカモミールってこう香りがいいんですよね。なのでよくこうアロマの世界ではそのまあ安眠作用があるとかね、こうすごくぐっすり眠れる、リラックス効果があります、痛みを緩和しますと言われておりますが、本当にそうなんです。なのでストレスが多い方はぜひこの、ストレスからくるその肥満ですよね、そういった方はぜひこのカモミールティーおすすめです。でまずはこのカモミールティーでリラックスしていただいて、でプラス体も温まりますから代謝も上がり、冷え性の改善にもなるから、あなたは自然とこのお茶で痩せ体質に生まれ変わることができるんです。こちらも一押しです。さあでは次に行きましょう。3つ目です。こちらもノンカフェインでファスティング中に飲めるお茶なんですけれども、で特にこう女性ホルモンに関係してくるお茶ですから、ぜひこうストレスで女性ホルモンバランス崩れてるな、生理が不順だなという方は飲まれてみてください。こちらです。赤いハイビスカスブレンド茶です。でこちらはですねハイビスカスを中心にローズヒップ、ルイボスなど女性に嬉しいハイグレード素材だけをブレンドしたお茶ですと書いてます。
もうこれはね、飲まないではないですよね。で、裏を見てみると、原材料がハイビスカス、ローズヒップ、有機ルイボス、であとですね、有機のレモングラス、柿の葉、ハトムギまで入ってるんですね。要はこう健康茶、ブレンドティーです。ただ、今お伝えした通り、原材料名の最初に来るものが一番多く含まれておりますから、やっぱりハイビスカスとローズヒップが主な成分になってるんですよね。あの材料の中にはですね。で、こちらは裏を見ていきますと、同じです。100ml あたりエネルギーたったの 1kg、 タンパク質 0.1g、 脂質 0.1g、 炭水化物 0.3g なんです。もうカロリーもほぼほぼゼロに今等しいと言ってもいいぐらいのお茶だと思うんですね。で、こちらはまずハイビスカスなんですけれども、まあ、デトックス効果があったり、実はむくみも改善してくれます。なので、あなたが例えばこうデスクワークとか立ち仕事でも足がパンパンにむくむんでお辛い時はぜひこのブレンドティー飲まれてください。で、ローズヒップが持つ、まあ、食物繊維があなたの腸内環境ですね、整えてくれますから、もう何度もお伝えしてます通り、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて整って、あなたは痩せ体質にやっぱり生まれ変わる必要があるんです。そのお手伝いをしてくれるお茶が今までお伝えしたおすすめ3選でした。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法や健康法をお伝えしております。そのことで女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと、私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。